ついに敵も弾切れか。ちょっと休もうぜ、うん、疲れた。あんだけハワイに送ってもまだこんなに残ってたなんて。青龍会ってどんだけ組員がいるのよ。まあほとんどが最近青龍会に加わった人間だろうね。元は東条会か近江連合。青龍会にすがりたくなるほどみんな元坊五年条項に苦しんでいたんだろう。立て。もうちょい休みましょうよ。敵も弾切れですし。違う、このフロアに敵がいないのは。隠れろ。どうすればいいんだよ。弾が切れるのを待て。そんな悠長なこと言ってる余裕ないよ。ちょっとちょっと伏せて。逃げやって。お前ら来ないで。キリュウちゃんと殴り合って以来体がうずいてしゃあないや。喧嘩がしとうてしとうて。こうなりゃ俺らもとことん暴れさせてもらうで。キリュウさんだけにヤクザの後始末を押し付けるわけにはいかない。そういう結論に至ったんです。一緒に戦ってくれんのか。ええ、お邪魔でなければ。邪魔なもんかよ。最強の援軍だぜ。こいつはたまげたで。桐生一馬の丘にとんだ大物ゲストまで加わっとるとはの。3年越しの恨みが一気に晴らせそうや。3年越しの恨み。ここにいる面々はもともと近江連合や。それも下っ端やない。あの解散宣言の場にいた人間や。あの時はようも抜け抜けとわしらを出し抜いてくれたの。きっちりと恨み晴らしたるわ。いいだろう。お前らの怒りは俺たちが受け止めてやる。全力でかかってこい。死に探せや。逃げられると思うなよ。せいぜい楽しませてくれ。キリュウさん、背中を俺たちが守ります。頼んだぞ。行くぜ。お前らの怒り、すべて俺にぶつけてみせろ。ほら、出し惜しみをやめ。そら、ガンガン行くで。俺の番か。Oh!
次々湧いて出てくる。桐生さん、ここは俺たちに任せて上に進んでください。分かった。お前ら死ぬんじゃねえぞ。アホ、そらこっちのセリフやで。早よ行きや。